炭素資源利用に関する考察。日本政府が G20 会議議長国として地球温暖化対策に対して貢献する構えであることがとで述べられている。外務省は気候変動外交を推進している。 ここで必要とされるのは、日本の科学技術、イノベーション力である。炭素資源利用に関する考察を行い、考えをまとめることにした。温暖化の原因は何か産業革命以来、化石燃料、原油、 石炭、天然ガスを燃やし、CO2 ガスを大気に放出し続け、CO2 が大気圏に分厚い層を作り、太陽エネルギー、熱の宇宙空間への放出を妨げているからである。 COP25 の報告書で指摘されているように2030年までに気温上昇を 1.5°C 以内に抑えなければ2050年には地球生命生存環境が回復できなくなることが 気象学者たちの研究により指摘されていますそのための対策の一つとして大気中の CO2 ガスを回収して地中深く埋めてしまう CO2 分離回収技術 CCUS 実用化研究が 国際協力のもとで進められている2019年12月2020年1月 CO2 分離回収技術シンポジウムさらに2020年1月23日には CCS テクニカルワークショップ2020 と立て続けに開かれこれに参加して実用化研究が進展している様子が理解できたこの CCS 技術は温暖化の進行を遅らせる直接的な技術で実用化は目前であると感じたしかし 私にはそれだけで温暖化を食い止めることはできないだろうと思われるのです。なぜならばその間にも人類は CO2 を排出し続けているからです。地球の経済成長にはエネルギーの 増加が不可欠でであるからです経済成長を持続すること即 CO2 ガス排出量がより増加することを意味するのです CO2 分離回収技術 CCUS 実用化研究は CO2 ガス排出量増加を遅らせることが限度であると推測するのです。太陽エネルギーの宇宙への再放出を妨げている CO2 ガスを気温 1.5°C 以内の上昇に抑えるには、どれだけの本数の 圧入性・圧入井戸が必要とするのか1本の圧入性が年間地中に圧入できる CO2 量は30から100万トン程度であろう圧入可能量はその井戸の浸透層の状況によって決まるのです ここで考えに入れておかなければならないことは CO2 ガスを大気中から分離回収液化圧入するにはエネルギーが必要なことなのです。分離回収液化圧入に必要なエネルギーは CO2 ガスを排出する。化石燃料火力発電に頼らざるを得ないことを認識すべきである。視点を変え積極的に地球経済が受け入れられる方法がカーボンリサイクル技術及び水素資源エネルギー実用化である。 これらの実用化研究を社会活動への実装化が必要だと考える。地球温暖化の原因である CO2 を厄介者ではなく炭素資源、酸素資源として捉えていく考えである。私は以前から 大気中から分離回収した CO2 を資源として再利用できないものかと考え続けてきました。カーボンリサイクルという視点に立つ考えである。大気中から分離回収した CO2 と水素を原料にし、 直売を利用し、都市ガスの主成分であるメタンを作る。この技術は既に確立している技術である。水中のもに CO2 を供給し、最近の活動を利用したバイオ技術も利用すべきである。CO2 を 資源として利用することで安価で手に入りやすく多くの用途に適した資源になる可能性がある。日本政府文部科学省経済産業省参加の国立研究開発法人カーボンリサイクル産学館 共同活動が地球市民の一員として日本が生き延びる方法だと思う。2020年2月、公益財団法人、地球環境産業研究機構、略称ライト、主催の国際シンポジウム、 脱酸素に向けた長期戦略の開催にあたり、私は自分の考えをまとめた。我々物理学者たちは別の方法を研究してきたのです。それは核融合発電である。大気 CO2 ガス。 中貯留方式にしろカーボンリサイクル方式にしろ地球経済の成長を持続するだけの力はない方法だと思う核融合発電方式が地球温暖化を止めかつ地球経済の持続的発展を 維持するだけの力パワーを持った方法であると考えているのです水素三重水素 H3 を燃料とする核融合発電は海中に含まれている水素を原料とするため海水を ポンプで吸い上げることで燃料が得られるのです。原油、ウランのように存在する地域が変在するということはない。核融合反応による放射線廃棄物は低レベル放射線廃棄物であり。しかも、 放射能の半減期は100年であるのです。これに対し核分裂反応を利用する原発の放射線廃棄物は高レベル放射線廃棄物でありその放射能の半減期は6万年と言われています。この違いは 燃料である水素とウーラン235との原子化の違いによるのです。物理学者たちは核融合発電方式が地球温暖化を阻止し、かつ地球経済の持続的発展を維持するための切り札であると 考えているのですこの研究プロジェクトは世界7カ国日本 EU アメリカロシアインド韓国の協力の下で進められており核融合実証炉がフランスで建設が進められているのです。 実験度の組み立てが順調に進んでいる2050年の地球生命の生存環境のタイムリミットまでには化石燃料発電核分裂反応発電方式に変わる核融合発電が地球の未来を 救うことになると科学者たちは努力を続けています。